にちは、ミカスです。今日はね、これを紹介しようと思います。ユニフレームのキャンプハガマ3号炊きってやつですね。まあ、前にネイチャーストーブラージっていうのを紹介したんですけど、あれにまあぴったり合うんですよ。なので焚き火でご飯炊くのに、まあ、メスティンもいいんですけど、焚き火とハガマっていうのがイカスじゃないですか。はい、ということで説明書と本体。ブラ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 。なんだなんだこのでっかいゴム。ゴムが入ってます。なんでゴム入ってんだろう。いやー、あのね、ワイルドワンとか行った時にね、見てはいたんですけど、かっこいいですよね、これでね。蓋触ったの初めてだな。蓋すげえ重いじゃん。あ、この重さで蓋感を出してるんですね。蓋感っていうか圧力じゃないですけど、かなり重いです。これ500g 以上ありそうだな。はい、で蓋と蓋ちゃんとこのね、木のね、取っ手がついてます。 でこっちが釜なんですけど、まあ焚き火じゃなくて普通にね、ガスでご飯炊くこともできるということなんですけど、いやー、さすがユニフレーム、仕上がり半端ねえな。加工精度がいいからね、美しい美しい。なんかこうバリとか引っかかり皆無ですからね。で、中こんな感じね。で、一応ね、線がついてます。3号だけだから1号2号3号の水入れる線なんでしょうね。ちゃんとついてます。で、取っ手がこのようについていると。ストッパーはないですね。はい、だからこれ、まあ吊るして使うこともできるといった感じなんですかね。で、裏面はこんな感じ。塗装も質感いいですよ。で、一応下は平らなので、まあガスのね、バーナーの上にカチャッと置いて使えるし、まあ、もちろん焚き火の中突っ込んでも大丈夫そうですね。で、蓋の感じは、蓋はこうちょっとこう、なんていうんですか、余力があるというか、多分カポカポするんでしょうね。カポカポするときにずれて開いたままなんないようにちょっと大きく作ってあるんでしょうね。そうそう、で忘れてました、これね、これも一緒に買ったんですけど、ハガマ用の入れ物が純正でユニフレームから販売されてます。ちょっとこれね、フィット感、こういうのってね、なんていうのかな、ホームページ、メーカーのサイトとか見ても、なんかこうサイズ感とかどんな感じなのか分かんなかったりするんで、やっぱ動画的にはこういうの紹介しないとね。はい、あ、なんだこれ、あ、こんなになってんだ。中にメッシュの絞れるこういうのがついてます。で、この中にハガマを入れると、こういうことですね。こんな感じです。ハガマトートバッグというか、はい、こんな感じで、まあ、保管できるといったものですね。はい、あともう一つがこれです。これもユニフレームのしゃもじなんですけど、まあ、これはね、ハガマ以外でもメスティンとかでも何でも使えるんじゃないかなと思うんですけど、折りたたみのしゃもじですね。折りたたみしゃもじってあんまりないんじゃないかな。で、まあこうカッチンと、意外とね、これ強くカッチンするんですよ。で、閉じるときはこう縮めて、少し縮めてやってこう戻すとね、こんなコンパクトなわけです。で、くっつかない加工、まあ後でちょっとね、使ってるとこ出しますけど、くっつかない加工がされているといいですよね。もうしゃもじはもうこれ一択だなっていう感じがしてるんですけど、で、まあこう伸ばして、で、ご飯よそった時しゃもじどこ置くんだいって話になりがちなんですけど、ここなんですよね。これこうね、ちょっと出っ張ってるところがあるんですけど、これが置けるんですよ。置いた時にちょっと見えないか、こう置いた時にしゃもじがこう浮く構造になってるんで、ほらほら、ここ触れずに済むんですよね。なんでちょっとご飯粒とかね、残ってたとしても、そのままペッと置いてすぐまた使えると。これね、すごい便利。これ家のしゃもじもこれでいいんじゃないかっていうぐらいな気がしてるんですけど、
まあまあ折りたためるんで、コンパクトに折りたためるんで、羽釜の中に入れて持ち歩いてもいいし、他のねスパチュラとかね、スプーンとかトングとかと一緒に置いといてもいいし、これはかなり気に入ってます。で今回はじゃあちょっとね、ネイチャーストーブラージを使って、普通にご飯を炊いてみようと思います。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。